はい、皆さん、美顔ボイストレーナーの鳥山まなとです。はい、皆さん、マスク生活長いですよね。このマスク生活を有意義に使うために、マスクの下でもできるトレーニングを教えさせていただきます。実は今僕やってるんですけど、わかんないですよねってぐらいバレないから、いつでもできますんでやってください。じゃあ今どんなことをしてたか教えさせていただきます。これはね、顔のたるみ、目のクマとか顎のたるみも全部に効きますのでやってください。まず唇を巻き込んで一文字を作ります。まっすぐこうそれイメージで作って巻き込んでいただいたら、そのものを縦に吸い込むんですね。結構きついねそう、これ結構目の下もたるみも取りたいので、てかたるみ取りたいとこう全部吸い込むようなイメージで吸い込んでいきます。で、呼吸が止まりやすいので、しっかり鼻で息をしながら、で緩めるときもゆっくり緩めてくる。これを5秒ずつかけてやっていくような感じです。では一緒にやってみましょう。一文字作って吸い込みます。縦にね。目開いてますか？顎吸い込んで、はい、ゆっくり戻していきます。はい、これをねマスクの中でやっても、バレてるかな、大丈夫よね。なので電車の中とかでもできますので、ぜひやってみてください。かなりこのトレーニングたるみに効きますからね、発声にもいいですよ。頑張ってください。